2018年ドラフトはネオ小園藤原の高校生で11球団の1位指名を独占した。通算5年間で小園は383安打22本塁打、藤原は176安打12本塁打であるのに対し、ネオ明は41安打1本塁打、27登板で0勝0敗1ホールドと苦しんでいる。近本浩二は藤原辰巳を外した後の外れ外れ1位として入団。通算773安打149盗塁を記録し、盗塁王4回、最多安打1回、ゴールデングラブ賞2回、ベストナイン2回と躍動している。辰巳良介は通算437安打42本を記録し、ゴールデングラブ賞を2度獲得している。吉田輝星は1年目に先発として初勝利を挙げたが、それ以降先発での勝利はない。2022年はリリーフで51登板し、防御率 4.26 を残したが、今年は3登板に終わった。